ボイス、皆さんこんにちは、ゆっかです。それではパート2やっていきましょう。E さんがですね、半浴の下に来たところですね、地下、秘密の地下を見つけてそっち側に行ったところからのスタートです。はい、なんだこれは。トイレ、お薬が薬やってるな、これな。いけない、いけない。先進んでいきましょう。おっと、電気のついた部屋があるけど、これはなん、ミア。おっと、3年間失踪していた妻、ミアの登場です。寝ている。寝ているが、これは、閉まっているな。どうやってあれを切るかですね。さあ、先に、こっち側を見て、おいって、なんだこれ。ハサミ。ハサミじゃ無理だもんな。なるほどね。こんなとこにあったもんね。オッケーオッケー。デッドとかあって、あ、チェーンカッターね。これだ。これだ。あったあったあった。これですね。で、切っていく。さあ、3年間。3年ぶりのご対面。オッケー。開けていこう。はい、こんにちは。起きてる？寝てるね。こんにちは。Eさんだよ。ミア、見つかってよかった。ほら、ミア。Eさんだ。そうだよ、Eさんだよ。どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。お、私が。そうだよ、僕のこと呼んだじゃないか。誰にも見られてない、あいつには。あいつ、他に誰かいるのか。誰誰、一体何があった。あいつが来る、早く逃げないと。あいつ、今手をつないでる。うん、もっともっと、なんで手離すの。気持ち悪いな、俺。大丈夫かな。手つなごうよ、手。いや、ドビーみたいな服装してるね。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。何？君は3年も行方不明だ。そうだよ。3年も。もうそんなに経ってしまったの。そうだよ、記憶障害の妻。どうした、大丈夫か。すごいポーズしてるけど。どうした？大丈夫か？中腰。どうした？ジーパンが汚い。何をされた？後にして。ごめんごめん。ここから出ないと。ごめんね。確かこっちのはずよ。オッケーオッケー、ついていくよ。さあ、ついていきましょう。これはなんだ、これミートボールか？ミートボールだね、多分。おそらくミートボール。ん？ついていこう。何されたんだろう、これ。ん、大丈夫？どうした、ミア。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない、私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。 OK、 わかった。こっちへ行きましょう。いいよ。進んでいこう。何もないよね。ここで取っておかなきゃいけないアイテムとかあったら取っとくんだけど。待って待って待って。ミア、そっちで会ってるの？絶対会ってないでしょ。あの一家が食事を運んできたから。反対方向だよ。覚えてるの？あ、そう。じゃあ行こう。よいしょ、入れるかな、ここ。僕の隙間でも。あ、入れそう。よいしょよいしょ。はいはい、こっち来たよ。どこ行くの？そんな遠く？これ絶対違うじゃん。安全な場所じゃないよ、これ。ここよ、ここだ。本当に？本当かよ。うわ、これ開けんの怖いな。ここよ。うん、進んで、はよ。ちょっとビビるわ、俺。ミアのケツを見ながら。この部屋覚えてる？覚えてる？ドアがあったはずよ、間違いないわ。うんうんうん。どこどこ、これ。なんだこれは。なくなってる、なくなってるわ。おお、おばさんの絵かな。あなたが来てくれたら家族になれるわ。何言ってんだお前。ここにドアがあったの、信じて。いいよ。いや、信じるって。でもなんかおかしいね、様子がおかしい。ミア、早く逃げないと。うん、ここにいてくれ。いいな、出口を探してくる。探してくるよ。いやー、で、ドアないの？ドアないね。へー、なるほど。こっちか。じゃあこっちのどの辺だ。なんかある？
なあ、気味の悪い人形だなこれ。なんだこれ。いやー、こんなとこに。どうした、なになに、なに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 、あったじゃんドア。ドアあったわ。そういう感じ、隠し扉みたいになってんだ。なるほどね、オッケーオッケー。へえ、なんだなんだ、上に上がってけばいいの。なんだこれ、ちょっと気味が悪いね。わ、自動ドア。すげえ、センサーだこれ。入ってきます、こんにちは。あ、嵐かな、ガチャ。何も入ってない。さあ進んでいきましょう。このまま前に進んでいけばいいのかな。こっちはなんかある。お、引き出し、回復薬、回復薬いいね。いろいろアイテムがありそうですな。汚いトイレ、ここはトイレで、トントンなってるけど、え、こっちで合ってんのかな。じゃあここを見ていきましょう。開けてきます、よいしょ。暗、え、なんか声聞こえるけど、え、進むよ、進んでいきます。お、何の声これ。うわ、なんか来た。おっと、四つん這いで赤ちゃんのようにミアが今登ろうとしてます。おっと、これはミアじゃない、誰だお前は。いやー、なんだなんだなんだ。おっと、俺を投げた。すごい力だ、なんということだ。 E さんぶっ飛ぶ。さあ E さんどうするのか。おっと、早い、それはナイフ、ナイフで E さんが、やば、待って待って。おっと、抵抗する抵抗する、痛い痛い、イーサンに切りかかる。おっと、イーサン、その受け取り方は良くないんじゃないか。大丈夫か大丈夫か。よせよせ、ガード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 、バリア、はい、バリア、よくやったよね小学生の頃。よいしょ、吹っ飛べ、やめろ、痛い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 よ、大丈夫、お前なんかの力ねえな。俺が倒せると思ったか、よし、ザコが、いた、いってー、ケチャップケチャップ。何何何、痛いんですけど。声が聞こえる。ほう。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。誰だよ。やめて、出てって。おお。ヘッドバンキング。メタルとか好きなのかな。私が悪いの。当然の罰よ。どうしたどうした。おお、死んだふりか。ミア。ミア。ミア大丈夫か。回復薬を使っておこう。手に引っ掛けるだけで回復できる。なんて便利なアイテム。俺も欲しいなあれ。でもこっち側行けるようになってるとかそういうこともないんだね。なるほどなるほどなるほど。おー、すごい、その痛い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 、関節技。いやいや、構おうとしてないじゃん別に今。おっと、またナイフを持ってきた。くたばりませんけど、なんかある、なにこれ、斧、斧を持って、いや待って待って、ちょ待って、落ち着け、話せば、みんな死んでる、でも話せばわかるって、話、危ない危ない、待って、危ない危ない、いって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 、バカ野郎、制裁制裁制裁、おっと、殴れ、もっと殴って、あちょ、オッケー、ミヤさん、なんと俺としたことが、まあでもどうせ生き返るでしょ、そういうそういう世界でしょこれだって。やっちゃった、やっちゃった感、この謎のやっちゃった感、ええ、なんかごめん。なんかごめん、よしよしよ、先進む、電話だ、はい、もしもし、はいはいはい、こんにちは、お電話ありがとうございます。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。小林優さんみたいな声してるね。今すぐ行って、早く。屋根裏から逃げれる、ん、こっちか、こっち側から今音がしましたね。行きましょう。ここはさっきの場所だよね。こっち側か。おお、先ができてる。
で、こっちの部屋は何かありますか？あ、さっきの部屋か。ここはさっきの部屋だね。なるほど。で、特に変わったこともなくだね。屋根裏ってことはここを上がってったところだよね。上がってきましょう。これは反応がない。あ、あれが落ちてくるのか。屋根裏ってここだよね。どうしよう。あれか、そういえばさっきチェーンカッターをゲットしたんで、あのドアが開くんじゃない。ドアというかクローゼットみたいなのが開くようになったのかな。開けていきましょう。よいしょ。何が入ってんだろう。ガチャリで開けるとヒューズ。あ、これか。これを使って、どこにヒューズ使うんだ。え、歩いてるんですが。え、今歩いてなかった。その開けてる暇ないよね。開けてる場合じゃない。今歩いてたよね。どうしよっかな。こう進んじゃっていいのかな。進んで、多分この下の階で、多分この部屋だよね。この部屋のここにヒューズをつける。よいしょ。オッケー。で、多分屋根裏のボタンが押せるようになってるはず。うわ、何？安心して。なんだ。イーさんじゃない、ミア。傷つけるつもりはなかったんでしょ。なかったよ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。なんだよ、言って、なんだよ、冗談じゃん、さっきのは。ごめんって。痛いな、もう、まったく。何抜けない抜けないんだけど、ちょっとは。何持ってくんのそれ。ちょ、嫌な音がする。チェーンソー。気持ちいいです。もっと、もっと僕を痛めつけてください。お願いします。痛い。待って。痛い。さすがに痛いよ、これは。これは痛そう。痛、もう、どうしてくれるんだよ。また、まあ、また生えてくるんですけどね。っていう人間になりたい。よいしょ。いやー、大丈夫これ。先進んでいこう。ちょっと待って。これ、拾えたりすんの？拾えんのかよ。左手ゲッツ。ありがとうございます。よし。これをつければ完全復活とか、そういうオチじゃないんですか。これはなんだ、上行けばいいのかな。どこ行けばいいんだ。この手の状態で、あ、でも屋根裏に行けば大丈夫なんだもんね。よいしょ。ポチ。お、降りてきた。で、これで上がっていけばいいのか。オッケー。上がっていきましょう。で、そしたらなんかアイテムとか集めていった方がいいよな。お、なんだ。お、ハンドガンの弾。待てよ。来た、ついに来た、ハンドガン。いいね。回復薬。これで。え、構える。R2 で撃つ。オッケー。なんかアイテムあればよかったんだけどな。こういう箱とか壊せそうだけどね。壊せないのか。よいしょ。進んでいこう。進んでいって、どうすればいいんだ。このまま先進んでっちゃっていいのかな。失礼します。お、いいね、ハンドガンの弾ゲッツ。あ、でもさっき斧持ってたよね。あれ、斧なくなってる。あ、さっき使っちゃったんだ、そういえば。こっち側はなんかあるかな。いやー、こっち側もなんかあれだな。斧があれば壊せそうなアイテムがあるんだけど、斧ないからな。先進もう。で、あ、これ屋根裏か。こっから上がっていけばいいんだね。オッケー。上がっていきましょう。わ、ちょっと待って。なにチェーンソーおばさん、まあ、こっち行こう。とりあえずこっち。この一本道なら多分。え、来る？来た。
ミスター。待て、まだ構えてない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ヘッドショット。ヘッドショット。やべ。待って。ちょっと待って。よし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 。よいしょ、ヘッドショット。もう一丁。よいしょ、いいよ、タイミングゲー。オーケー。さあ、来い。やっ、危ねえ。痛い、待って、ちょっと待って。リロード中です。待って。ちょっと待って、リロードします。ちょっと待ってくださいね。はい、こんにちは。こんちゃす。下手くそか、俺。よいしょ。ガード。そして、撃つ。全然ダメ。ちょっと待って。もう一回やらせてください。さあ、今度こそもう大丈夫でしょう。よしよしよし。で、すぐ降りる。で、こっち側やっぱ走ってった方がいいよね。やっぱ走っていきましょう。この通路だったらまだやりやすい。ほんと、この通路で、最悪向こうに逃げると。OK です。さあ、やっていくぜ。どこがヘッドショットだ？よいしょ、よいしょ、よいしょ。やべ。待って、落ち着けよ。落ち着いて。よいしょ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 。リロードする。危ない。痛えな、バカ野郎。そんなあなたにヘッドショット。あ、それ肩だよ。よいしょ、ヘッドショット。そんなあなたに。お。そんなあなたに。あ。はい。いや、嘘、おつ。おチェーンソーめっちゃ怖かったんですけど。大丈夫？え、出血してるじゃん。痛そう。大丈夫かな？とりあえず、リロード。よいしょ。大丈夫か？かわいそう。誰がやったんだろう。俺も記憶障害かよ、みたいなね。うわ、マネキンいたっけ、こんなの。とりあえず、ふん、なに？お前も家族だ。いた。こんな、移動してる。なに？違いますけど、誰？あんた誰だよ。引きずられてる。ツラタン。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ほう。なに。え、腕がつながった。え、どういうこと？まあでも時間ね、ちょうどいい感じなんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画を少しでも面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は動画終了後にタイトルをタップすると表示されるチャンネル登録ボタンから、パソコンの方は画面に出てる僕のアイコンをクリック。スマホの方でもアプリから動画を見ていればタップできるからしてみてね。チャンネル登録が終わったら画面に出てるおすすめ動画も押して飛んでくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。